そしたくれたきっと、おいやべれべてもしゃあねえべ。そしたくれたきっと、おいやべれべてもしゃあねえべ。そしたくれたきっと、おいやべれべてもしゃあねえべ。そんだけとけやっと、やっけ、やっべ、やるしかねえべ。そんな気力あっけ、あっぜ、あっぞ。なんじゃやるしかねえわ、生きる。はい、始まりました、カモユーゾーの優しい独り言。今夜も皆さんよろしくお願いします。あーい、お相手は毎度おなじみカモユーゾーと関口先輩、そしてムッシュタカイ、よろしくお願いします。愉快な仲間たちということ で、 いいです。愉快な仲間たち、はい、入りました、はい、今日も。今夜はですね、うん、大人というテーマでお送りしたいと思います、うん、これあのなぜかっていうと、うん、最近ちょっとろくでもない大人が多い多いんですよ。言っちゃなんですけど、うん、記者会見で号泣するわけわからん議員だとか、泣きすぎ、はい、泣きすぎ、やったね、あの人泣きすぎ、やっちゃった、やっちゃったね、やっちゃった。あれ、そして、はい、昨日は誘拐事件が解決したんですけど、うん、なんと小学5年生の子供を自分の妻だと、わけわからんこと。誰が言ったん、そんな。小学5年生を妻ですよ、妻ですよ。誘拐犯は言っちゃいましたよ。警察官が要はその誘拐犯の自宅にね、はい、行きました。俺それ見てないんだけど、ガサ入れして、うん、何々ちゃんだよねって言ったら、はいって返事したんだけど、うん、私の嫁ですって言ったら、そうらしいですよ。嫁になって小学5年生娘って言うんだったらわかるけど、その嫁ですって言った時にさ、うん、警察官なんて言ったんだろうね本当だね、聞きたい聞きたい、それ ね、 ねなんて言ったんだろう、それが本当アホかって言ったのか、なほなみたいな突っ込んだのか、いくつですかって言ったら面白い、すごいね、いくつですかって。でもよ、本当ね、あの岡山の事件は良かった、はい、良かったです。本当にもう ね心配してた。なんでこんな心配なんだろう、あれやっぱりね、それはしょうがないですよ。そう、心配になりますよ。よかった、無事に帰ってきてね。そうそうそう、本当におめでとうございます。そうだね、まあそれも含めて、じゃあ、あれですか、そうですね、まずは乾杯から、はい、うん、いきますか、はい、じゃあ今日も、はい、こんばんなす、こんばんなす、こんばんなす、お願いします。今夜もジュダムウルからお送りしておりますので、お願いします。皆さんメッセージお待ちしております。はい、で今日は何、何行くの。大人という、大人ですか、はい。先月ですね、はい、番組の最後にですね、うん、関口先輩からですね、はい、次回のテーマは、うんうん、なんつったっけ俺、セックスって言ったんですね。5、6、7、あまりにもストレートすぎるので、ね、ちょっと酔っ払って、お酒が大人お酒がそうさせるですね。ちょっと僕の方でまとめさせていただきまして、はい、じゃあ大人ということで、はい、じゃあいつ大人になったかっていうことですか。ああ、そういうことですか。っていきなりそっち行きます、うん、いきなりそっち行きますそれ。続いたでしょ、大人の定義が。あ、なるほど。でも、あ、そうですよね、大人の定義ありますよね。さっきのなんか泣いちゃったのは別にいいよね。あ、でもだから今世の中にはその大人、はい、本当の大人が少なくなったんじゃないかっていう、うん、40の俺が言うのもなんだけど大人ですよ、はい、どうですか。じゃあ、じゃあ大人って何、じゃあ、じゃあ俺たち大人なの今。そうそう、夢見る大人でいられるの。大きい人に書いて大人ですよ。わけは分かりませんけど何これ大人、大人ってでもどうなんですかね、うん、何がこれあれでしょ、だから大人の定義っていうこと。あ、うん、まあいろんな、うん、大人とは何ぞや、何なのかね。だってさ、俺たちガキの頃がさ、40の人見た時にはさ、完全に大人だし、うん、はい、大人どころかもう親父だしみたいな。そうそうそう、そこだね、でしょ、うん、じゃあ俺たちその年代になったのに、うん、大人なのこれ大丈夫。まあなんとなくね、まあ、うん、ちょっと昔とちょっとね雰囲気が違うのかなって気はするけど、まあ、でも大人というね、うん、定義はあると思う。俺兄貴ね、先輩見てても、うん、大人だなって思ったことないんだけど、うん、逆にありがとうありがとう。子供の俺が言うのもなんだけど、まあね、みたいな。子供の心を忘れてはいけませんよ、はい、ね、無邪気な心を忘れちゃダメですよ、うん、もう俺喋んないでしょ。喋どうまとめるのかな。突っ込んで突っ込んで突っ込んで。いやだって、うん、まずさ大人って言ったらその立ち振る舞いとか、う
言動とか、まあねね、社会的責任とか、うん、やっぱりいろいろあるでしょ、うん、でそれって全然守ってないじゃない俺たちは、うん、基本的にもう、ねうん、そうなると大人って何ですかね、うん、何なんですかね、うん、大人ね一番大切なことって何ですかね大人に大人の人の大切なことあれこれ何あの普通に答えていいの、うんうん、こうな何あの普通に答えてよ、普通に答えたら答えて自分で自己責任を取れる人が大人ではない。ああ要は別に、ね、親を頼るわけではなく、うん、なな自分の責任ですよ、はいまあ、さっきの続きを言ってしまえば、はい、子供ができたら責任を取らないのが大人ですよ。あかずれたね、ずれた、責任を取るのが大人。そうそう、責任を取る、うん、だから、うんまあ、そんなね例えば、うん、自分がしたことに対して責任を取れればいいわけじゃないですか。それで、ね、泣いちゃったらダメですよ。泣くよ自分でやっちゃったらちゃんとそこで果たせばいいわけですよ。 あの子もさあの子っていうかあの子いくつか知らないけど47 あの人はさなんであんな泣いたのかね。え泣きたいくらいのこといやいやすごいな。泣いたね。6分間泣きたいからね。泣いたうわーって世の中を変えたい。いや、うんうん、そうだけどさ、ねねあのね4歳の子供とかが、うん、あのスーパーで物を買ってくれなくて、うん、泣いちゃってダダを声であそうだよね。いや俺それでねあの記者会見でも本当これ声大にしていたんだけどあの人も大人じゃないよ、うん、だけどそ周りのマスコミも大人じゃないと思うよ。普通大の大人があんなに取り乱したら誰か一人ぐらいねちょっと待ってくださいって止めてあげて、うんうん、いやちょっと冷静になって、うんうん、一回これちょっと中断しましょうと、うんうん、言ってあげるのが大人の振る舞いじゃないの、うんうん、あれは、うん、あそうだよね。呆れてたんだよみんな。そこでさ言ってあげないとあれ映像流しすぎだね。そう流しすぎだね。流しも途中からもエンターテインメント的になっちゃって、うんそうだね、おもろいけどみたいな。だけどあれだって西宮ですかどこですかあれ、はい、兵庫ですか。そうそう兵庫兵庫今西くんとこですよあれは。ゆうすけくんの実家ですよ。実家ですか。ちょっと遠いけどね。うんだけどあれかあれ黒磯のうちの町のさ県会議員だなんつったらね、うんだからやっぱ地元の人はかわいそうだよね。そうだね。ではそれはある。でもさこれすごい問題発言するよ俺は、うん、いいこれはいどうぞ。取り返しつかない発言していい。はい。そんなに問題あれそんなにそれ何いや大問題だけど。いや内容あの町にとっては大問題なんだ、ね、大問題なんだけど、いや俺が言いたいのは、うん、そんなに毎日毎日連日連夜報道するような内容かなあれ。そうあれそう多分ねだって税金そう税金の、まあ、あの町なんですよね。戦争石まあまあそうです、うん、問題なんだけど、うん、それよりももっと報道しなくちゃいけないことっていっぱいあるんじゃないのあれ、うんガザ地区とか、ね、あの内戦のところだけじゃないだろって話ですよね。そう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 、うんはい、そう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 、ね、あの内容の中ではもっと取り上げるべき内容があ あるでしょみたいな。多分ねだからさっきも言ってるけど泣いちゃったから余計にみんながこう反応しちゃったんだよね。ギャグになってるもんね。そう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 だからそれで普通に答えてたら多分そのまんまこうフェードアウト的な感じで、まあねまあ、他のところではねいろいろこうつつかれるかもしれない、ねね、なんであの子だけこんなに話題になっちゃったの。だってもっと他にやってるやつだっていいんじゃないよ。いやいると思う。なんであの人だけクローズアップされてんのあれ。泣いたから泣いちゃったからか。泣いちゃったから。じゃあ泣いちゃダメって。ダメだよ。大人は泣かない。そう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 。泣いちゃダメだから。大人なんて泣きたい時ありますよ。いやあるよ。最近いつ泣きましたか兄貴。僕ですか。うん、僕ゴールデンウィークにクレヨンしんちゃんを見て泣きましたよ。あ続けていいのこれポイントアップ、まあ、映像を見てねそう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 ドラマを見てその感動的なことってそう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 。いやあれはいい映画でしたよちゃんと。いや見てないけど、まあ、大人が見ても泣ける映画ですよまあ、あのね、アナと雪の女王とか今ねたくさんやってるじゃないですか、ね、じゃあそれ行こうよ、はい、アナと雪の女王と大人をかけてトークしましょうよ、はいはい、あ行きますか。じゃ あれ見ましたか映画。あ見ました。見ました。どうな見ちゃいました。どうなんですか、ね、俺見てないんだけど。あ本当見てない。曲だけ曲は知ってるでしょ。レリゴーアリの雪のママのアリのママのアリのママそう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 、うんうん、あれどうですか。いや、ね、あの
映像的にこうねミュージカル風ですよ。あれね、ミュージカル風ですね。そこ、そこ突っ込んでいっていい、うん、これまた爆弾発言する。あ、いい。これを取り返すかないけど、はいはいはい、いい、はい、もうさ鬱陶しいんだけど鬱陶しいんだけど、これ俺主観だからね、うん、これ誰、皆さんそうじゃなくていいんですよ、はいはい、いいですいいです。そんなにありのままって大切ありのままをそこね、そこにあり、うん、いやちょっといい、ほらあれ多分女性だけだよね、うん、楽しいのは、うん、あれ男性は面白くない、ね、あ出た男女差別的な意見のかでもねでもねでもねあれね、あのほら来たよこれ、うん、見てる人がすごい多いでしょ、見てる人も曲を聴いてる人もすごい多いでしょ、だってさもうねどこの店行ったってありのまま流れてます、流れてます、そうだよね、出てる出てる、スタイヤとかもずっと流れてますね、すごいよね、興行、はい、収入、ディズニー系ナンバーワンですよ、ね、うちでも娘がさもう毎日歌うし、うん、どっか行くとありのままのでしょすごいもん、すごいもうね俺思うんだけど大人ってさ、うん、ありのままじゃダメじゃん、うん、あそうですね、でしょ、まさにそうです、ね、すごいでしょ、はい、思います。あんまりありのままって 大切なことではないと思うよ、うんうん、ありのままの自分をどれだけ我慢できるかに大人の価値がかかるんじゃないの。そうだね、俺今いいこと言った、絶対いいこと言いました、絶対今まさにあのいいねすごいクリックされてる、はい、いいねいいねいいねボタン、いいねボタンでいいね押してくださいね、いやいいねいいねいいね押してください、あこうだこうこう、あんまりあれがあの流行っちゃうと、うん、ありのままにいいんだみたいな、うん、あれはね多分ねありのままっていうフレーズもあるかもしれないけど、うん、曲の流れが多分売れてるんだよ ね本当にさあれ英訳したらありのままって言ってんの、レディゴ違うよ、ね、レディゴ多分わかんない、レディゴ、うん、レいやそこそこレディゴ、いや曲あれ、あれなんか、うん、あの口の動きに合わせたらいろんな国のことは合わせるように作ってるって、うん、じゃあありのままじゃないかもしれない、うん、まあでもねあのね映像的に合わせてるから、うん、ありのままで合ってると思う、映像的にはだよ、あそうだ、ただそのレディーゴーとありのままが合ってるかどうかは別だけど、うん、映像的には合ってるよ一応あこう自分を、ね、自分を見せたいわけ、じゃあでもやっぱりみんなが見ていいって言うんだからいいんだろうね、うん、俺は見ない、見てないけど、じゃあでもね見よう、まあちょっとね若干何でしたっけあれ、伊集院、うん、伊集院、うん、光でしたっけ、いるね、うんうん、いますね、いますね、はい、あのやっぱりこうね、はい、あの映画特にどこに意味があるかってよくこう突っ込んでるのがよく、うんうんうん、まあ言われてて、はい、うん、まあそれが見になるかならないかって言ったら、はい、うん、今までの映画に比べるとならないとかっていうね、内容がねっていうのも言ってるけど、でもすごい流行ってるでしょ、そうだから流行ってるから別にね、まあまあこうみんな見ると思うんだけど、松たか子が歌ってんでしょ、はい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 、歌ってます、俺ちょっと分かんないんだけど、メイジェもう歌ってんの、うん、なんで2人歌ってんの、主題歌はメイジェが歌ってるんですけど、主題歌はメイジェさん、うん、映画の中では、まあ、映画の中では松たか子、ほんでさ、あの俺のおふくろなんかさ、松たか子の方がなんか心に来るわみたいな、みんな言ってすごく絶賛って言うんだけど、はいはい、そうでもないって俺はいや、もっと上手い人いっぱいいるのにと思うんだけど、だからその素朴感、うん、素朴感っていうか、映画に合ってるんだろうね、うん、見た人は、だから俺も今度見てみます、うん、でもあれ、本当見た方がいい、うん、見た方がいい、曲だけ、2曲も聴いたんですよ、うん、メイジェイが歌ってるのと、うん、あの松たか子が歌ってるの、うん、確かに感情がこもって歌ってるの松たか子です、お前それ言って大丈夫、ラジオですよ、うん、全然大丈夫です、ね、大丈夫、でもね、あの歌い方は違うよ、やっぱりね、はい、まあ声量の問題かどうかは分かんないけど、そっか、うん、じゃあ見てみるか、うん、でも一度見ると見ないのエンディングでね、ほとんどエンディング主題歌として明治映画、ね、はい、いやそのね大衆迎合主義ですよ、そういわゆるみんながいいって言ってるから、うん、それに乗っかるのが嫌なんだよね、俺は。はいはい、わかります。俺タイタニック見てないもん。あれ？それは心すさんでるよね。あれ？ちょっと待ってください。すさんでるし。タイタニックはね、もう十何年ですよ。70億の人間の中で52億ぐらい見てるよあれ。俺映画大好きだけど。あ、ちょっと待ってください。タイタニック見ないってすごくない？まあ、さっきの続きになりますけど、映画の興行収入で一番は何だかわかりますか？わかりません。城の原田ですか？
そう懐かしいけど長いですね懐かしいよね。それバタリアンですか。そうそうそう、ね、アバターでしょ。アバター10年代いやアバターでしょ。アバターね。アバター見てない。アバター2位がタイタニックですよ、ね、アバター見ました。アバター見た。ね、お前スター・ウォーズ最初の 3D ですよね。スター・ウォーズ見てない。そうそれ一緒スター・ウォーズ見てない。見たことない。一回もだってさスター・ウォーズでさ一番から見なかったらさ何作目って分かんなくないの。あれ分かるよ。パート4とか見ても分かる。バック・トゥ・ザ・フューチャー3から見てもいい。あ意味分かんないね、うん、分かんない。アドベンチャーだね。そうバック・トゥ・ザ・フューチャーのね初めから見た方がいいですね。でもあのエピソードでいくとエピソードでいくと分かれるんですよね。ビジョビジョ。すいません。すいません。今めっちゃ疲れた。これあれですよ。あのこぼしたからこれ安してよ兄貴これ。ちょっとごめんごめん。さこんなラジオラスワインだよね。こんなラジオ聞いてる人いると思えないの俺。気づくけど。えじゃあさ俺あのアナと雪のじゃあ分かった、みんなが俺も見てみます、で歌も聞いてみます。それはでもあのすごいね、あの映画もね。いやすごいすごい。でも俺はありのままがすごく引っかかるから、うん、ちょっとあれは大人っぽくないなって、その言葉だけを捉えたらね、うん、って思ってた、うん、どうこれ映画の内容も、うん、あれってありのままのどうのこうのってなんか関わらないですか。あれはねありのままなの。あのほら魔法が出てくるでしょ。アナは妹なんだよね。エルサっていうのが長女で、それがちょっと魔法を使っちゃって、でブワーッとやるとブワーッと出る。それがまだね、そう見た俺。あ、見てんだよ今。ちょっと大人っていうフレーズから続けていい？いいよ。あれはね、あのね、エルサが大人という自分になった時に両方使い、最終的に使い分けられるようになった。だから先輩いいですか、はい、あの見てない。あ本当さっぱり分かんない。じゃあ簡潔に言う、これ視聴者に向けての、簡潔に言うと、これはね、あのね、最初のこう、ね、妹がね、アナですよ。いや何そのあんまり興味ないあんまり興味ないみたいな。だってつまんねえなって聞いてる。あれはだからね、こうあの妹をやっちゃうわけですよ。こうやって、ね、それでまたさ、ディズニーがさ、なんかこう収入入ってさ、あれするのもなんか尺じゃない。あれディズニーなんですか。ウォルトバンバン、ウォルトディズニーなんですか。基本、魔女なんですか。魔女の一家ですか。そう、魔法を使っちゃう、そう、あ、魔法使いの一家じゃなくて、はい、たまたまそのエルサが使えるようになっちゃった。俺さ、そんなこと言ったらさ、あの映画も漫画ですよ、あれ漫画。漫画、もちろんアニメだよね。アニメーション。だってそんなに売れるんだったら日本の漫画だってもっとすごく言ってもいいと思うんだけど、なんかないんですよ、対抗、世界に対抗する日本の漫画映画。いやいやいや、まあ、ワンピースらしいですよ。漫画でしょ。俺は海賊王。ジブリジブリもすごいですよね。ジブリでしょ。見てるジブリの。ジブリ見ますよ、見ますよ。見てる、トトロ。俺はね、ホタルの墓しか見ない。400回ぐらい見たけど。僕はね、あのね、魔女の宅急便で泣きましたよ。泣くとこあんのあれ。あーってこう助けこうもどかしいとこあるんですよ。全然そうそんな絶対ない。見たけどあんまりないな。いやホタルの墓はすごいよ。ホタル墓はそれは、まあ、それはそうだね。しかも今の時期にぴったりじゃない。必ずお盆の時に流れますからね。今の時期にぴったり。あのドロップ雨舐める時はもう死ぬよね。あの最後石が出てくる、桜ドロップ。切ないよね。桜ドロップあれは本当、あのこれね、うん、あれは分かりますよ。今日何の回これ。大人の回いやでもまあいろいろね。泣く映画って何だろうな。僕はエレファントマンっていう映画があったんですけど。あったね、はい、ありましたね。あった。僕小学生にしてあれ見て泣いたんですよ。なんで。そう、はい、単純俺怖かったけどな。どういうやつ。どういうやつか知ってたもん。お母さんのお腹の中にいるときにお母さんが象に踏まれちゃったんですよ、事故で。そしたら奇形で生まれてきちゃって。ああなるほど ね。そっち泣くね。そっち泣くね。そう、変形しちゃって頭がこんな変になって。グーニーズみたいな感じ。スロースみたいな。そういうことでしょ。グーニーズみたいな感じでいいですよね。ひろゆき君でもさ、ね、そうだよね、映画評論家だもんね、映画評論家。これ名前変える？これ映画評論家で。ひろゆき君ではっきり言いました。あれ名前言っちゃう。今日大人、兄、大人のタイトル。あ、そうだね。でも
あれ、あれもう俺ら40の年代になってくると今度俺らの上って言ったら50、60って言ったら大人どころかもうおジンガーじゃんはっきり言ってこっちおジンガーになってんだけどおジンガーおジンガー出てるでしょだけどどんな大人になりたいかね今度俺らはどういう大人になりたいってないですか、ね、はっきり言っていやいやでもねあのこう理想的な感じではね、うん、あるよねどこを守りたいみたいなあどこを守りたい、うん、髪の毛うんああなるほど髪の毛も、まあ、守りたい守りたい、ね、そこは守りたい守りたい、うん、守りたい守りたいでしょ、うんあとまあなんかこのままずっとそのままの状況で年を取ってほしいできるけど俺は意外に結構あの加齢臭を守りたいああそうだよね、うん、何だろうこれ浅いんだけどじゃ あのあナイスツッコミでありがとう結局外見なんだけどそう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 やっぱりさかっこいいだって岩城浩一とかすげえかっこいいじゃん、まあまあ、何がと言ってたらねやっぱりかっこよく行きたいかっこよく行きたいかっこよく行きたい それは人にどう見られるかいや、うん、そうそうまあそれももちろんだし中身も自分でもね自分でもねでもさ中身ってさ付き合わないと 100% 分かんないから、うんそうだね、ある程度一発目は外見でね岩城浩一破産してるじゃないですかあ、いや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 かっこいいよいやでもそれもまた大人じゃんいいのだって分かんない人は分かんない、うん、やっぱり大人ってさ どんな大人どんな50になりたいか、ね、いや僕はねあのねまあ例えば60、50、60になっても、うん、もうこう例えばね10代、20代から、うん、こうなんかキャーキャーキャーとこうファンがだから結局ということだからモテたいよねそうモテたい50の親父でもでもそういうことそうそうそうそれは絶対ありますよ欲しいいや欲しい欲しい欲しい何のそれ何の何あのそういうそういうなんかなんかこうあねモテたいモテたいねそれは分かるモテたいっていうかその、うん、いつでもハンティングの、うん、ハンターの気持ちでいたいっていうことって いやなんかねずっと状況変わらずそのまんまずっと生きたいよね、うん、なんかこうハンターハンター何そう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 いうことそういうこと50になっても二十、うん、歳の子を見て、うん、まあそう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 いい女だって思える50にそう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 もちろんね、うん、いい女だと思うし、うん、だけど逆になんか憧れてほしい存在でもあるよ ねでそうなってくると年を取ると若い方向に行きたがるじゃない、うん、けど俺もそう思うんだけど、50になった時に51の年上の女にも恋できるような男でいたいあ逆に、ね、そういう女にも女性にも魅力を感じたいみたいな、うんうんうん、なるほどいい何の話でしたっけ、ね、モテたい話モテたい話、ずっとモテたい話ずっとモテたい、ね、だかっこいい大人になりたいってことですねかっこいいいや常にねあのかっこいい感じがいいあでもかっこいいっていう フレーズが欲しい、うん、ずっとそれはね、うん、分かる分かる欲しい欲しい色気があったりだからねさっきの加齢臭じゃないけど加齢臭よりフェロモンですよそうそうを出しましょうよフェロモンですフェロモンを出しましょうフェロモンフェロモン出しましょうこれあのメールが来たんですけど、うん、どのあたりでの話か分からないですけどラジオネームゆうこちゃんからですね、はい、ゆうこ、はい、ゆうこちゃんからゆうこ、はいはいはい、違うと思うけど、はいはいはい中身はないから流行るんです AKB48 って中身ないでしょうっていうちょっと待ってどこら辺の話だったのかなんか中身がないうちらが中身ない俺らじゃなく多分なんかの話題のところでいや中あちょっとね今このメールのねゆうこちゃんゆうこちゃんって方ですけどこれあれでしょ、はい、その AKB が中身ないっていうのはちょっと問題発言ないこのリスナーの方はあの、ね結構ね好きな人いるそこをなんかあのツッコミみたいな匂いするけど、はい、でもあんだけね売れてる売れてるんだからしかも多いでしょ人数がやばいでしょあれね48って言うけど本当に48人いるのいや48はいるけど全然いるよもう何百人ってでもいいよね可愛いよね可愛い、うん、いや可愛いよね可愛いあの子たちを見て可愛いって言える大人でいたいよね、うん、そうですねそういうことじゃない、うん、そういうこと言いたかったんじゃない、うん、この人は、はい、あ いいことまとめたし言った、ね、絶対ありがとういやいやありがとうこちらこそどうぞなんかなんかなんかいやいや腫れ物に触るみたいなあの AKB4 今俺勝手に解釈したの、うん、AKB48 を見て、うん、ちょっとついていけないなっていう自分もいたんだけど、うん、それを理解して可愛いな面白いなって思えないとそうだよだから、うん、おにゃんこを俺たちが好きだった時に当時の40、50の親父たちはおにゃんこを見てどう思ったかでしょ
そういうことですよ。その心を忘れない大人は秋元康なんじゃないの。さすが。そういうことだ。でもね、秋元康さん素晴らしいね。すごいと思うね。すごい、だからすごい人です。大人ですよ彼は、うん、そう。いや、だってそこに目をつけられるってすごいでしょ。うん、まあ、まあ、おにゃんこクラブもそうだしね。子供ってことか。だから大人にね、大人にね、だってさ、あの子供、子供もうこの話題もう良くないこれ。つけたくないってなっちゃった。じゃあさ、もっと一つ、もう一つ俺話題ポート言ったし、はいはい、あのさ、俺の尊敬するアーティストの一人の京介氷室が、氷室京介が。確かに、ね、こうやって耳を押さえてた。どうですか。そう、歌うときそうやってるんですよね。やってたね、昔からね。何ですか、もうやめちゃいますよ、ライブ。あれ、ちょっと。ヒムロックが。ヒムロック？カリスマがね、うん。僕らの青春時代ですよ。そうだね。なんかこう、ファンとしては、大好きな俺としては、ちょっとこう、幕引きに寂しいけれども、でもヒムロ京介が終わるわけじゃないからね。うん、でも去年か一昨年にライブやったよね。今年もやってますよ。あ、今年もやってる。横浜でやりますけど。ボーイ、ボーイ、ボーイは、まあ、リハで転んで。全然知らないですよ、それ。リハで転んで、あばらをね、ちょっとやっちゃった。そう。あばら行っちゃった。ヒムロックがね。あ、でもそれ単独ででしょ。単独のライブはもうやらないみたいな。あ、そうか。なんだっけ、この間なんかライブ行ったのなんだっけ。復興のやつでやりましたよ。あ、そうか。僕らの青春時代が、でも兄貴ちょっと違うじゃない、青春ちょっともう一個上じゃないの。ちょっと待って、ボーイとボーイと、ボーイと違う、ボーイはかぶる、ボーイかぶるでしょ。僕ら15、6歳の時にラストギグスですよね。え、ラストギグス。じゃあ一曲いきます、ボーイの曲。あ、いきますか。流せないんだよね。流せない、歌えますか。じゃあ大人の世界だからこれ。あ、そうだね、これじゃあ歌えますか。じゃあ歌えます。いや、歌わないでしょ。歌う、うん、まあいい、うん、まあいいね、大人ですよ。大人先生。え、でも俺今日大人大人って言うんだけど、自分でさ考えて大人って何って言われると難しいね。大人ね、うん、そうなんだ。でもっと言うと、ガキの頃にさ早く大人になりたいと思ったけど、うん、いつからさそんな思いがなくなったんだろう。そう、何なんだろう、ね、あの大人って。これね、いつの間にかね、あのでも大人っていう気持ちって、うん、まあ、ちょっと分かんないけど、例えば小学校1年生だって大人になった気分でいる、はい、うん、実際ね、うん、なんかこう、なんかあの、あ、幼稚園とか保育園からねこう上がりましたって言ったら、もうなんかちょっと大人っぽいでしょ、なんか見た感じ、うんうんうん、気持ちが少しずつこうちょっと変わってくるんだろうね。いつからそれがさなくなる、なくなるのはね、早く50になりたいなと思うわね。思わないでしょ、うん、もっと言うと、ね、じゃあ30に戻りたいと思う。ね、できれば20歳、まあ本当にもうそのぐらい巻き戻したい、戻したい、人生巻き戻したい。ね、だって10代の頃に、うん、さっきの話戻るけど、30って言ったってね、メルキちゃん、まあ、何回来るの。中身がないから売れるんです、うん、最高の傑作はそんなに売れません。あ、穴行きのことです、という。あ、うん、あ、じゃあこのゆうこちゃんっていうリスナーは、アナ雪は中身がないんだけども売れる、じゃあ売れるってことは中身がないってことを言いたいんだ。俺は言ってないけどね、そんなこと。言ってないよ、中身あるよ。一応でもあれはさ、そういうもんなんかな。あれはでもあれでしょ。でもさ、売れるように仕向けるっていうのもあんじゃない？いやでもね、じゃあ、いやでもそれがだってすごい売れてるから。あ、まあ確かにね、うん、俺の知り合いのミュージシャンでいい歌歌うやつがいるのよ。スノー今日かけるけどね。はい、はい、かけますよ。中身があるんだけど売れないんですよ。あ、だからでもさ、それって本当にいいの、世の中それで。うん、いいんじゃない、まあ、センスんじゃない、マーケティングとかそういう戦略、うん、ね、広報活動とか、うん、マネジメントがいいから。うん、え？いやだって芸能の世界なんてそうなんだよ ね、全部ね。そっか、うん、そっか。芸能はね、芸能は、ね、でもそういうことだ、芸能はね。そうか、うん、じゃあ大人の世界はそうか、結局大人は難しいね。大人は難しいね。フィクションなんですよね。だってさ、フィクション、あ、いいね、あ、それいいね。フィクションってことなんですよ、売れるもののほとんどが。ノンフィクションではない。でもさ、そういう世の中で OK にしてもいいの？よくないと思うんです。だからこれから本物が残っていく世界じゃないと、じゃないとやっぱりよくないんです。だから本物も残れるような感性が
ないとさ、うん、だってこのナスウェーブってすごい本物なんだけど、本物しか流してないですからね。本物ですよ、本物ですよ、すごい本物だと。この放送だってもう、そうか、あの全て冗談ですけど、本物なんですよ、うん、冗談が本物だもんね、はい、冗談が本物なんです、うん、これ本当にさ、聞いてる人ってあの本物だよ、本物ですよ、さすがです。メールガンガン送ってきてますからね、うん、あ、いやいや、すごいすごいすごい、2名、あれあのルーパーっていう人が送ってきてるんですけど、この人はただチャットができない、チャットができないって騒いでるんですけど、あのチャット見てないんです、この番組この時間、ここからの放送の時はチャット見るとあの落ちちゃう可能性が高いんで、あ、チャットは見てないんで、ぜひ皆さんメールください。 何チャットって、チャットができるんですよ、この番組。本当はチャットって何、あのリアルタイムで書き込みを見ることができるんですよ。それはめんどくさいでしょ。あの、そう、それを披露するメールでね、メールでぜひ、それさ、ラジオやりながらね、チャットやりながら、そうそうそう、メールでね、メールでぜひ、メールで入れてもらう。メールの送り方は、下に流しますけど、ナスアンダーバーナスアンダーバーそう、いけるの、ナスアンダーバーウェブアットマークヤフー .co.jp こんばんは、ナスね、じゃあさ、忘れさ、さ、あれしようよ。はい、折り返しです。30分過ぎましたんで、ね、はい、じゃあ、なるほど、じゃあ今出た話、スノーいきますか。行こう、はい、もうそろそろ季節的に ね、 ね、この曲だ、この曲がいい曲ですそれでは、はい、ポンと今西祐介さん、あー、なるほど、はい、スノー、皆さんに聞いていただきたい、聞きましょう、聞きましょう、どうぞ、ダイズ。冷たくなる手を握りしめて、それでも明日を見てた。見上げた空から今年も降る雪はいつもより冷たくて、街の空気も空もすべて君の好きな城に変えた。もういいよ、泣くのはもういいよ、僕の中で眠ればいい。降る雪溢れる涙、それ
はい、というわけで聴いていただきました。来ました。スノー、はい、これはいい歌ですよ、はい、これね、あの実はあの今西雄介くんの曲ですね、はい、そうなんです。あのまあ彼が、まあ、ここだけの話、はい、実体験を基づいて作った曲ですよ。あ、最近の曲、はいはいはい、なるほど、素晴らしいね。に、あの実はね、まあ、当時の彼女というかが、はい、まあ、ちょっと他界したというかね、あっていう風なシチュエーションが あったらこういう曲になるなというノンフィクションなるほどの曲のを作ったんです。結局フィクションです。フィクション、ね、うん、フィクション、あ、結局フィクションですか。これ大人の世界ってこういうこと、はい、あ、なるほどね、そういうこともできると、はいはい、なるほど、そういうことです、はい、そういうわけで両方できるということ、はい、そうです。フィクションも、はい、ノンフィクションもね、できますよ、うん、え、これどうですか、大人の世界は、はい、大人ね、あ、俺ちょっと大人音楽と大人でちょっと聞いて、はいはい、俺吉田栄作、はい、誰それ違う、今を抱きしめてるじゃないですか。そうじゃなかった、拓郎でしょ、吉田拓郎、拓郎か、吉田拓郎か、誰それと思って、吉田拓郎の曲を最近好きで、拓郎の曲って俺ガキの頃全然聴かないんだよ。中学の時聴いてたけど単にしか分かんない。なんだっけ吉田拓郎の曲。いやいやいや、言うといっぱいありますよ。何落葉とか、落農すいません、落葉あの牛を絞りますよ、そうだよね、そうだよね、落葉、そうそうそう、落ちる太陽の陽、落ちる太陽とかいっぱいあるんだけど、拓郎の歌を聞きながらなんか大人っぽくなってきたなみたいな、自分が今何か入ってきた、何か入ってきた、何か入ってきた、じゃあメッセージ読んでもいいですか、はいはい、ラジオネームパールキッズルーターさんからですね、うん、メールが来ました、うん、こんばんなっす、こんばんなっす、あ、こんばんなっす、初め言うとルータンって小学生なんですけど、あ、え、小学生のもの、まあ、メールは送ってるのはお母さんなんですけど、ああなるほど、はいはい、ああなるほど、分かってるのね、夏休み入ったのでルータンも起きて見ています、あ、はいはいはい、小学生見てます、なるほど、大人でしょ、あ、大人、あ、大人、あれ一個大人だったね、そうだね、そうだね、ルータンは大人になりたくないです、うん、なぜなら夏休みがなくなるのが嫌だから、あー、かわいい、子供がってこと、子供がだね、何言ってんのな宿題を考えると大人になりたいような複雑です、うん、夏休みパールキッズとして思いっきり楽しみたいです、うん、そりゃそうだ、うん、それは正しいよ、ね、これね、宿題だけど、普通さ、あの宿題ってこうやってこの日まで終わりにしなさいみたいな言うんだけど、俺、僕じゃあこのリスナーのね、はい、なんだっけ、ルータンさんに、あ、かわいいね、アドバイスルータン、僕の、うん、はい、宿題なんつうのは残り1週間でやべえっつってやるもんじゃないの、うん、そうそうそう、やってきた、そうやってやってきた、そ、ね、そうそうそう、で、子供っていうのはもう真っ黒になるまで遊んだほうがいい、そう、夏は絶対そのための夏休みですよね、そうさ、だって夏休みでしょ、夏休みはこっちだね、カメラね、はい、夏休みは、うん、だってラジオ体操始まる前に鬼虫取りに行ったでしょ、カブトムシ行ったでしょ、行くでしょ、もう4時ぐらいから起きてるでしょ、4時に起きてその子を取ってラジオ体操やって、そこからまた行くわけ、縄跳びもやりの反抗をして押してもらって、そこからまたみんなバーって行くわけですよ、今の子たちは多分ね、あの規則正しすぎるんじゃない、夏休みにしかできないことを今やらずしてだよ、うん、大人になった時に夏休みを本当に遊べるかって言ったら、俺ちょっと疑問が出るね、いいね、でもね、ルータン、ルータン、うん、ルータン、ルータン、いいこと言った、いいこと言う、でもね、本当遊んで、うん、遊んで、たくさん遊んで、そう、で宿題なんていうのはそんなもんでいいんじゃない、もうギリ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 、こんなね、お母さんに怒られちゃうかもしれないけども、そう、これはね、ガキの頃に全開で遊ばない子供は大人になって本当の遊び知らないから、本当の、そうそうそう、俺そう思うよ、大人になっておかしなことになります、そういうこと、今のうちに遊んどくべき、そうで、俺も自分の子供小学校4年生が1兆円にいるんだけど、はい、もうね、6月ぐらいで1回皮むけてるからね、すごいね今年もそうでした、すごいんですよ、外にいすぎなんですよ、すぎ、あのね、俺家に帰ってくんなって言うんだから、あ、ほんと、日が暮れるまでは日焼け止め塗ってね、塗ってね、今塗ってね、そう本尊的な、本尊的なレベル、そう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 、大人のレベルが、そう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 、いやでもやっぱ子供は外で遊ぶべき、うん、ね、ドロドロになって帰ってきて、うん、きゅうりかじってね、スイカ食って、うん、あ、いいね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 、そうだね、トマト拭いてトマトかじってね、そう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 、いいね、それで大人になってください、なってください、ぜひね、はい、あ、いいね、ありがとうございます、ルータン、ルータン頑張ってね、そうだね、夏休み楽しんでね、うん、
メールありがとう。よくほら天気、あ、そして来た、はい、はい、そして、うん、あのパールっていう人からですね、来たの、はい、真珠、あのこれ真珠湾攻撃、パールハーバー、たった一言、はい、ワインいいなという、ああ今日やってないの兄貴、ああそうだ、今日のお酒ですか、今日のお酒のコーナー、本日のお酒ですか、はい、ちょうどいい振りが来ました、あ、そうですね、何ですか今日は、じゃあですね、はい、今日のお酒はパールちゃんに向けて、じゃあ大人のカクテルじゃん、アダルツ、あ、大人のカクテル、アダルティー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 カクテル、あ、マイク使っちゃった、アダルティー、夏ですからね、夏の、はい、夏ですよ、大人の夏、大人の夏、はい、いいですね、用意してある、これはね、こう簡単に作りましょう今日はね、ちょっとね、こうこうやりながらね、クラッシュとか本当はやりたいんだけど、でもやらなきゃいけない、今日のカクテルいきますか、うん、夏ですよ、うん、せーの、モヒート、あ、モヒート、モヒートですよ、ね、モヒートですよ、はい、ただうちで作るモヒートは違いますよ、はい、あの俺言っていい、これ言ってください、言ってください、モヒート流れ、今まで本当数多くモヒート僕は飲んできましたよ、はい、モヒート王の俺としては言うんだけど、実はここのモヒートは、まあ、世界で一番うまいんじゃない、これは飲む価値あると思う、ありがとうございます、モヒート、ちょっと喋っててもらっていいですか、いいですよ、大至急クラッシュしてみる、クラッシュ、ほやっぱり本気で作る、大至急クラッシュギャルズ、全然思わない、じゃあこの間にもう一個メールが来てるんで、全然思わない、わけわかる、わけわかる、何そのクラッシュ、またゆうこちゃんから、はいはい、かかメールが来てるんです、はい、何でしょうか、何、あと、うん、業界は、あ、うん、最近は業界の戦略上、うん、男女の物語は流行らなくて、うん、女同士の関係を売りにしています、あ、どういうこと、 すなわち世の中が中性的になってきています、うん、あ、これは大問題です、そりゃそうだわ、だからこういうことじゃないの、あのさ、中性的ってことは、それは男、うん、女も関係なくこうっていうことになるわけですよね、あの男が女離れし、女が男に依存しないということです、あ、世の男ども、今こそ立ち上がれよという、そういうことで、じゃ あなるほどね、はい、だからああいう、誰なんですかね、このラジオネームゆうこちゃんは、うん、あの世の中にいる既得な方でしょうねこれ、こんなラジオを聞いてる暇な人がいるんですけども、あのそういうことかもしれないよね、で結局さ、それ言うとさ、はい、当たり障りないってことじゃないの、やけどしないじゃんそれは、はいはいはい、ね、でもっと言うと、その中性的なことを男が男、女が女になっていくときに、はい、あの批判するとそれもまた問題になりそうな社会になるんで、はいはい、でこれあえて言うと、はい、やっぱりらしさですよ、らしさ、らしさ、男らしさ、女らしさが失せてるんじゃないの、あ、ね、そうなってくると、それは大人がそうなってきちゃえば、今男女平等でもちろんそれでいいの、はい、ね、もちろん女性が仕事に、あ、そっちにしますか、そう、大丈夫、大丈夫、女性がさ社会進出したり、はい、ね、それは素晴らしいこと、それは全然俺も否定しないんだけど、はい、でもさ、やっぱり男にしかできないこと、はい、女にしかできないこと、それをお互いが認め合う社会が確立されなかったら、はい、女って何なの、男って何なの、そうそうそう、みたいな、はい、っていう風なことがなくなってきちゃうんじゃない、はい、だから男はよ、俺は男は弱くなったと思うよ、絶対そうですよね、うん、あの結局あのこっち系の芸能人がやたら多くなってる理由は、お姉系みたいな、ね、ああなるほど、あのさ、俺思うんだけど、よくさ、俺のこの町でもさ、はい、中学生とか高校生がさ、男女で自転車乗ってるってするじゃん、はいはい、あの女が漕いでて男が乗ってるみたいなやつ、はい、俺あれが止まらなく嫌なの、ありえないですね、横から車でさ、ほんと引っ掛けてぶっ飛ばしたくなると思うんだけど、はい、あ、いるじゃん、いや、見ます、見ます、いるだろ、います、います、おめえ意外にさ、バカ野郎、お前女後ろ乗っけんのも男のあれだろうと思うんだけど、だかららしさがなくなるんだよね、だから男っていうのはさ、やっぱり最後は女を守る、はい、はい、女っていうのは最後はそこになんかこう男を支える美学みたいなのが失われちゃうと、うん、あの一体日本人ってどうなるのみたいな、そうですね、ここあるんじゃないですかね、だからこ の, あのラジオネーム何、ゆうこちゃんゆうこりん、ゆうこちゃん、ゆうこちゃんがあの何のラジオネームかよあれだけどあのあれで、あれじゃないですか、アナと雪戸、はい、となんとかっていうように、中性的になるのは、うん、あんまりいい空気感じゃないね、じゃないってことですよね、うん、あれなんですかね、うん、あの韓流ドラマが流行る理由はそこにもあるんですかね、お見たことないけど、
あの比較的に男女の恋愛を色濃く描いてるのが多いんですよ。なるほどね。しかも長いもんね。日本の最近のドラマとかってそういうのがないじゃないですか。ね、韓流が流行ってる理由ってそこなのかなって思って、ね、あれでも結構あれですか、その男しないのは流行らないですか。俺はものすごくそういうのは好きなんだけど、男臭いみたいなのは行くんだけど、ひろあき君いや全然ちょっと分かんないな、その辺は全然分かんない、その中性的とか。だってほら中山美穂の旦那なのキャレ、ああ辻、うん、中性的な、なんかという、何中性って、中性って何なんでしょうね、なんかそうなっちゃうんだよね、はい、だからそのアナと雪、女と女がそれはいいんだよ、うん、そういう価値観のもとはね。でもそれがあんまり流行りすぎるのもね、うん、やっぱり今こそ男を立ち上がるってその通りだと思いますよ、はい、本当に、いいことですね、うん、結局ね、あの世の中男と女しかいないわけだからね、うん、まあまあね、そうですね、なんだけど、はい、なんだろうな、うん、ちょっと黙っちゃった、ごめん、いや、ちょっとよくわかんないな。だから女性が女性でいられない世の中になってきちゃってるんじゃないの。女性が男性化しちゃう、男がヘタレになってきてるから、女の人が強くならないといけなくなってきて、ね、そう、しかもさ、女の人が強くなってることがなんかこう世の中的に美化されちゃうっていうのも、はい、あれじゃない、やっぱ男と女って基本的に、あ、来た、できました、はい、あ、もうヒート、こっちかな、こっちかな、もうヒート、そっちで、あ、こっちに直しますか、行きますか、はい、じゃあ今日の、今月のカクテル、今月のカクテル行きますか、今月のカクテル、モヒート、これはですね、うちのはちょっと、まあじゃあこっち置きますよ、こっち置きますからね、はいはい、作り方を、じゃあ作り方はですね、まずですね、フレッシュミント、フレッシュミント、はい、フレッシュミント、まあ、これ一番ベストはスペアミント、スペアミント見せてたんですけどね、はい、スペアミントね、はい、それを氷を入れて、で、まあ、シロップですね、はい、シロップを入れてちょっと一緒に潰します、はい、もうガンガン、これねなかなかやらないんですよ、うん、もう他本当にねミント潰さない、やらつ、そうで、もうこれがねガンガンこう潰すことによって、まあ、甘さとミントの香りとフレッシュ感がこう出して、はい、またライムですよ。ライムね、さっき映しました、はい、ライムですよ。それをまたさらにグッと、まだアルコール入ってないですね。入ってませんよ、まだ、はい、入ってませんよ。ライム入れて、ライム半分絞って、絞った、でまた氷を入れて、そこでですよ、先ほどね出したホワイトラム、来ました、ラムだ。これはまあ世界的にもすごく有名なバカルディラムですよ、ラムですよ、これですね、これを入れます。入れた、これだけですよ、本当にシンプル。じゃあこれすごくシンプルですけど、ラムとライムとミントの、ミントと本当に甘さ、シロップです、シロップ、それのハーモニーです、ハーモニーです。ぜひ楽しんでみてください。これこそバランスが重要な、これ最高です。あの、そうですね、うちは炭酸使いません。炭酸使いません。いや、絶対炭酸使ったがうまいって。お俺今まで飲んできた炭酸使ったがうまい。そうでしょ。ちょ、飲んでみます。じゃあ飲んでみて、はい、絶対まずいよこれほら、来た、来た、うまっ来ました、おいしい、来ました、モヒート来ました、まあ、このモヒートは実は、はい、僕が今一押しですよね、はい、これはうまいから、はい、これ飲んだら、はい、これ10杯飲んでも飲酒で捕まんないよね。捕まらない捕まるでしょ捕まる、絶対ダメ、そんなこと。何言ってんの、ひろあき君、美味しいよね。あ、これうまい。本当美味しいね、これ。ぜひね、このモヒート、うん、もし誰か見ていましたら、このモヒートね、作れる人がいましたら、炭酸なしで、この作り方で作ってもらえたら、すごくいいと思います。じゃあ、はい、じゃあ今年はこれは、もう本当はいくらなんだけど、はい、出ました。出ました。出ました。はい、うまい。うまい。これね、ラジオを見て、そうですね、見て、これ普通ね、これフレッシュミント、ライムとこれ全部使ってますよ、はい、これ普通1200円で出しますよ、うん、ですけども、1200円で普通、普段1200円出してるんですか。高い、あ、すみません、じゃあ、じゃあすみません、じゃあ900円、じゃあ900円なんだけど、900円が、うん、じゃあ今回は7月いっぱい300円でしょ。でね、あ、300円じゃあ、じゃあもう一回、じゃじゃんって、じゃじゃん90円。
嘘です。オッケーオッケー。いや嘘じゃないでしょ。これはこれは本当だ。これは必ずでも。じゃあ、ね、番組だって言わないとダメですね。この番組を見たって、ね、スタッフが変ってこまいんだよ。この番組を見て。だってこれ原価すごいよこれ。すごいすごい感じ、ね、すごいですよ。90円でこの店が成り立ったら他でどんだけ儲かるのってみんな。そうそうそう、みんなOK、これうまいから。ライブだけでも90円すごいですけど。じゃあ兄貴これさ何月まで、ね、いつまで12月まで毎日いいねこれ、ね、これどうしましょうかこれ。いいねこれ。じゃあこれ夏、夏と思われる、大人としての夏と思われる日まででいいですよ。あマジっすか。夏と思われる大人の夏でいいですよ。じゃあ、ね、やめてくださいって俺釘刺されてるの今先日だ。これさ、このスタッフ。じゃあ工場で8月いっぱいしましょう。まあ夏だからね。夏だから。夏だから。はい。夏いっぱいまで、うんうん、この番組を見て、モヒート。モヒート。ね、なんか合言葉決めた。合言葉。じゃあ、あ、いい。コンパスさすが、さすがだね。さすが合言葉ね。合言葉。モスキート。全然思わない。モスキートか、かでしょそれか。じゃあモスキート。モスキート、あ、モスキートをモスキートって頼んだ人は90円。 OK、 それいきましょう。拡散して、じゃあどうなっちゃうの。モスキートって来た時にはこのかですよ。かか、OK、カウンターにして、うん、いいね。ムッシュモスキート。そうそうそう、これ言ったらこれ90円で飲める。これどう、これいいでしょ。いい、いい。モスキートだよ。いい、ね、じゃあこれモスキート。大丈夫ですかこれ。うん、じゃあこれは90円で。90円、よろしくお願いします。90円、税込み90円で。そうだね。だから100円払ったら10円。パールちゃん来て。そうそうそう、パールちゃん、パールさんがこれ聞いてるから。そう、パールちゃん聞いてる。いや、こうモスキートって言ってほしいよね。あのパールちゃんここの番組出たいって言ってるんですよ。いや、ダメでしょ。ミュージシャンの女の子なんですけど。ミュージシャンですか。ダメでしょ。あら、いや俺は権限はなかった俺。これはいいよね。この番組だけはもうムッシュと先輩便利ですから。まあまあ、いやでも来てほしい。来てほしいね。来てほしい。来てほしい。じゃあ来て。あのね、来てもらっていい。全然平気。いやもうね、本当モスキート、モスキートって言ってほしい。モスキート。あ、これじゃあモスキート90円でいこう。モスキート90円。モスキート90で。じゃあ、うん、ムッシュにモスキートって言えたら90円。90円、すごいね。これムッシュにだけ、ムッシュに注文じゃないとダメにしましょう。多分うちのスタッフモスキートって言って、まああのモスキート、モスキート、モスキート、そんなないですよみたいな。だからもうムッシュを捕まえてモスキートって言わないと90円で飲めないっていう。じゃあそうしましょう。いやもう最高だねこれ。いいですね。いいんですか。いいですよ。それなら、それならスタッフも文句言わない。言わない、言いませんよ、言いませんよ。ぜひ大人だね。大人です。こういうことも責任が持てるから。はい、そういうことです。大人ですよ今日は。大人です。もう一つ、うん、あ、何か来ました。ゆうこちゃんからです。ゆうこちゃんらしさですが、うん、今最も流行らない言葉なんですっていう。らしさ、大人らしさ。そうそう、だからさっき言った通り、らしくっていうね、男らしさとか女らしさとか、あるじゃないですか。大人らしさとか大人らしさ、子供らしくみたいな、うんうん、子供らしくしなさいみたいな、ね、まああれですね。いやじゃん、大人らしく、大人らしく振る舞いなさいみたいな。それが流行らないんだって。それ大丈夫、そういう世の中でいいのこれ。このままらしく、やばいんじゃないこれ。日本らしく、うん、ダメだよね、うん、じゃあ そうさ、それをじゃあ変えるにはどうしたらいいのかな。だからやっぱり男が男らしく生きなくちゃダメって。こうやって男らしい見せてないからだね。見せてないからだね。男らしくね、うん、でもね、男らしさっていうのをね、こうやっぱり女の人をね、うん、きちんとこうエスコートできる人をね、女を大切にして自分の生き方に責任持って、そう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 、キャレて生きる。これお僕今頃ですけど、ライトつけて忘れてましたね。なんかみんなの顔が暗いなって。暗かった。だからラジオらしさですよ。はい、ラジオらしさ。あ、ラジオらしさ。今ね、ライトつきました。ライトらしさ。ライトライト兄弟。ライト兄弟。ライト兄弟。全然関係ある。いやだかららしくいきましたよ、うん、そしてもう一個メールが来ております。メガネマロさんから、こんばんなす。こんばんなす。こんばんなす。今日のテーマは大人ですが、はい、子供の頃は年齢層で考えていましたが、うん、今は子供が自分の姿を見てこんな大人になりたいと思ってもらえる人が大人だと思います。お、子供から見て、どういうこと、ね、どういうこと、子供から見て、自分たちが子供の頃ってこういう大人になりたいなと、二十歳だと大人とか、
大学生大人に見えるとかあったけども、今は子供が自分の姿を見てこれが大人だなって思ってもらえるような人が大人だ、まあ、街中でもいいんでしょ別にね。まあ要はね、多分ねさっきのはまあいろんな見方があるけれども、うん、まあかっこよかったり綺麗だったり、うん、まあ尊敬できる人ですよね、うん、そういうことですね。要はね、あのそういうことですよ。見事今の話がその後に書いてあって、年齢に関係なく慕われ尊敬される人が大人だと思いますという、うん、あ確かに。これは何歳の人が言ってるんですか。これはこれの2つ上の人。あ、びっくりした。これね70歳の人って同級生の人が、あ、はい、なるほど、あ、なるほど、まともな意見ですよ。それ素晴らしい。でもそう、でもそういうことですね、うん、そういうことですよ。ってことは俺が思うにね、俺フィリ、まあ、これフィリピンの話でいい、去年、はい、まあ、今年フィリピンのボランティアに、俺のボランティアにね一緒に行った高校生たちが、はい、あのかっこいい大人に出会ったって言ってくれたの。それはその、はい、まあボランティアをやりながら一生懸命やってる大人の姿を見て高校生たちがそれを感じてくれたんだけど、はい、やっぱりさ40歳の人間が一生懸命生きてる姿、50の人間を俺たち40の男大人が見た時に、あ、この50ちょっと頑張ってんなみたいな、気合ってんなみたいなって思うって大切だと思うんだけど、はい、そういう機会に触れる時がないじゃん、もう今、うん、結構こう自分たちの世界がすごく大きく、ね、はい、なっちゃってるから、はい、だからやっぱり子供たちが本当の大人と触れ合う時間っていうのが少なくなってきてるじゃない。そうですね、ね、間違いなく。だからやっぱり大人が年を食えば食うほどなんか安定とかさ、そういうのは分かるんだけど、はい、ね、えやっぱそれはもうちょっと大人が年を食えば食うほど気合入れて生きていかないと、うん、次の世代伝わらないんじゃないの、うん、と思うんだけどね。で、いや、でもどうしたらいいかといつも思ってるんだけど、俺いつも思ってるんだけど、やっぱり今日一生懸命生きてないと明日も生きていけないなって、うんうん、今日生きてる人間が明日をつなぐから、うん、今一生懸命輝かなかったら明日の光はないなみたいな。明日の光ですね。そうですよ、明日の光です。今一生懸命飲まなかったら明日も飲めないよみたいな。そういうことですよ。そういうことね。えだからみんな飲みましょう。だから今一生懸命こう、そういうこと楽しんでるわけですよ。これお酒 ね、ちょっと俺白いの飽きてきたな。白い、赤いのいきますか、赤いのいきましょうか。あ、でもあれですね、うん、その大人の意見って難しいね。でもね、分かる。でも、でも、うん、それはね、うん、やっぱりね尊敬される人間でいなきゃいけないんですよ、ね、うん、でも人間なんて結局 何十年しか生きないからね、200年300年生きないんだから。生きれない。今をさ輝きたい。人生50年ですよ、うん、織田信長が言ったじゃないですか。それ人生50年おかしいでしょ先輩。あ、無先生だね。今80年。あ、でも俺せ、うん、ね、兄貴のせ、いや兄貴だけど先輩が一生懸命仕事ここでやってる時にやっぱかっこいいなって思ったりしたと思うね、昔は。あれ昔は全く思わないけど。いやいやいや昔は思った。20代の時はかっけえ先輩いるなみたいな思ったけど。ありがとう、うん、いやでもね、なんか最近そんなこと思わない。いや思いますよ、思います、大丈夫。さあ、うん、番組は以上よ、終盤なんです。おー、来ました。これ次回からやりたい、はい、あ、 新企画新企画の話をしたいと。コーナー、コーナーいきますか。タークンいきますか。タークン、タークン先生、タークン、あのプレゼンツの、はい、タークンプレゼンツ、関口先輩プレゼンツ、タイトルは俺から辛いからということでございましてね、はいはい、新企画ということで、そう、世の中に出回っている食べ物すべ、はい、てのありますね。でも世の中、そう、人間の体は、うん、五感っていうのがあるぐらいですから、すべ、はい、てありますね。ベロもあるんですよ、はい、そう、味覚っていうのはもうすべて決められてるんですよ、はい、これの分散によって脳が感じるんですよ、はい、難しいこと言いましたけど、結局は甘み酸味ね、苦味辛み、いろいろありますけども、はい、辛みがあるのがよくわからないんだけど、その中でこの黒磯の町でね、はい、最も辛い料理を出す店はどこなんだと、うんうんうん、そう、よく聞くじゃないですか、あそこ辛いみたいな、うん、はい、あのラーメン食べてもちょっと担々麺辛くしてみたいな、ね、そうじゃなくて、うん、この店のこの料理がマックスだっていうのを探しましょうよ、このラジオで、はい、探そうと思います。ね、はい、そういう企画で企画を立ち上げました。行きましょうか。そしてなおかつ辛い人が、辛いのが OK な人が食べてもつまんないんですよ、はい、ここにいる4人 は全員ダメ、全員全員アウト、辛いの全然アウト。だけど、ね、あのお化け屋敷と一緒で怖いもの見たさの大人の探求心はあるんですよ、はい、大人、これ大人からね、うんうん、ということで来月の放送には、はい、とりあえず一品、はい、マックスの
ある店の料理を持ってきます、はい、これを食べます僕ら。超辛いやつ、本当に辛いのかと、はい、お前らと。例えばね、はい、辛さ5段階ありますって言われて、はい、いや俺は2だなと思って2しか食べないでしょ、はい、でもその人っていうのは3とか4の世界を知らないわけじゃん。知らない、ね、食べたいんだけど食べれないの分かってるから、はい、じゃなくて本当に辛いのはこの町には何があるのかと、うん、これを決めましょうよ。このラジオやりましょう。黒磯地区に、この黒磯地区ジャビが渡んないよ、はい、エルムマート、エルムマートエルムマートは渡らない、そう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 、このカッコで万水橋渡らない、まあ、渡らない、はい、渡らない、渡らない、このエリアの中で、うん、マックスの量どこかと、 そして1位が決まった時には全国に打って出ましょうよ。あ、やっとりましょうよ。これ、これ何、今7月7月8、9、10、11、12ぐらいで5ヶ月、はい、5回、はい、5回放送中でいきますか、いきますか、で、はい、いきますか。マックスのやつを出た時には、はい、例えば東京でも、まあ、東京ちょっとさ横綱級だから、はい、じゃあ次どこ、じゃあちょっと離れたね地方都市でいいじゃないですか、佐野とかさ、うん、栃木だね。いやほら東京はさ、ね、もうマックスだから世界的な規模になっちゃうから、あの本当に辛い料理を出す料理を教えてほしい、はい、そうですね。そして僕ら食べてみましょう、はい、あのぜひリスナーの皆さん教えてください。この旧黒磯地区 でもいい、ね、これはダメだよ。例えばじゃあ分かった辛い料理作るよって、これだそうダメ、普段から出してる、普段から出してるやつ、そうだね、そうだね、そんだったらもう無限大だもん。もうメニューにあるものね、あるもの、メニューにあるものね、はいはい、そこで出して食べてもらって食べてみましょう僕らが、はい、うちにもありますからね、うちにもありますから、ね、まあまあうちも出しますけども、ね、それを今度、はい、ラジオの時に食べてみますから、はい、一応僕ら汗だくです、ね、すごい汗かきますよで、あのシースルーのさ、あそう、汗かくシャツ着てこようよグレーの T シャツとか、まあ放送の放送中はこうモザイクかけますか、モザイクね、こうやってこうやってモザイクかけて、企画をやってみましょう、やろうやろうやろうね。だあのぜひ教えていただければ、はい、そうです大丈夫です、行きましょう、え、まあ、多少まとめて、はい、すごいの行きましょう、ぜひぜひ、あの、ね、ぜひ皆さん、あのこれぞすごいぞっていうのを紹介していただいてもいいです、うん、メールで教えていただいて、ぜひぜひ、はい、ぜひね、いや本当にね、誰が一番作ってるのって見てみたい、うん、辛いのね、辛いの、辛い料理をね、これは、はい、この番組で5分から10分、ね、ものすごいのね、コーナーとして、うん、1日に2店舗でもいいよ、あれだね、あれだね、私でも3品でもあれだね、はい、もうほぼもう死に直結するぐらいの辛さを食べてみたいね、はい、その代わりメニューに載ってるものです、そうです、怖い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 、ね、うん、よろしくお願いします、ね、それで、そして、はい、あれですか、鴨さん、はい、来月の放送はどうなるんでしょうか。来月の放送はなんと、はい、あ音入ってる、ちゃんとポーンと、いよいよふるさと花火大会が来ました。花火大会、花火大会、ね、来週、来週花火大会、来週オラガ町の花火大会、2日はもう来週ですか、2日来週ですよ、土曜日ですね、うん、そうですね、来週8月の2日、生放送、生放送で、あれ何万発ですか、5万発ぐらいになりますか、10万発ぐらいいくんじゃないですか、10万発ぐらいいきますか、うん、去年が12、3発ぐらいだから、今年は2万発ぐらい、そうですね、いきますか2万発ですよ、なんとこのジュダムールの店の前から見れる花火を、はい、特設スタジオからね、ですよ、生放送生中継、8月の2日は浴衣着てきますよ、あ、いいね、行きますよ、いいね、それ以降行こう、行こうだけど夏だからね、浴衣を着てきて、うん、モスキー取っちゃう言ったらば1000円あげる元気になる、面白い、面白い、いいですよね、逆に、逆にもうもう金やるみたいな、いや、こうこう、なんかね、夏っぽくていいね、夏、はい、なんかあの縁日っぽくていいね、そうです、いいですね、縁日っぽい、うん、モスキート縁日っぽいでしょ、なんかこう屋台みたいな感じいいですよ、モスキートあれ、あのその時にさ、うん、やっぱり企画でバンバンでやり立ち上げて、うん、辛いの行きいいので行きましょ ましょうよ、行きましょう、はい、調達しますよ、いいです、ね、よろしくお願いします、はい、そんなわけで次回は8月2日土曜日2日7時から放送始めます、もう垂れ流しでいきますから、垂れ流しでいきます、垂れ流しで、垂れ流しでぐだぐだでいきます、ということは2時間ぐらいいきますか、いきますでしょ、9時、9時までね、もう花火終わるまではいきますから、花火終わりまでのでいきましょう、はい、2時間7時から9時で、はい、いいですね、7時から9時生放送でいきます、生放送いきましょう、特別ゲストにもしかすると、はい、
今西くんも来るかもしれない。そしてひょっとしたら浴衣の女性もいるかもしれない。来てますね。あ、浴衣の女性。女性あ、これはね、これまた来ますよ。来ますね。絶対来ます。じゃあ綺麗どころ。そうですね。呼びましょう、呼びましょう。はい。で、小学生とかも来てね。あ、もう全然全然いいよ。時間早いから、早いから。そうですね。まあ、若干の宣伝をしますか、僕は。うん、あ、どうぞ、お願いします。ですね、花火大会の日。はい。その、はい、生中継やりますが、はい、あ、なんか、どん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 みたいなありますけど、はいはい、ですね、7時から9時の間3000円飲み放題食べ放題です、はい、そうなんです。花火見ながら行きまーす、はい、なんと3000円で飲み放題、食い放題ではないですね。食べ物も出します、はいはい、出します。でもうみんなね、はい、花火を見ましょ う, しょうということで、ここの駐車場は、はい、花火大会用の会場になります。直接会場になります。ここから生放送しますので、はい、皆さん8月ですが、はい、楽しみにしててください。はい、そんなわけで、うん、次回お楽しみに。はい、ちょっと待ってください。どうしたの？大丈夫ですよ。公開してください。はい、そんなわけで、あ、じゃあちょっとね、喋ってエンディングといきたいと思います。はい、OK、終わりました。はい、来週に、はい、行きましょう。そんなわけで今夜もこの後も起きてる皆さんは素敵な夜をお過ごしください、うん、おやすみなす。おやすみなす。そういう流し。そんなん。あったよね。あの今エンディング曲。おやすみなす。かかってる。はい。一般のお客さん。BGM が入ってきましたので。はい、これ乗ってる？はい。いいね。それでは、あ、そうだ。でもみんなで写真撮らないと。そうですね。じゃあ音声は切っちゃいますね。うん、じゃあそれでは皆さん、また来週、あ、また来週で。来週ですね。来週花火大会放送します。お願いします。お楽しみに。